さ、ヨゼフって、あた、ツーじゃねえか。いやー、いいこと言ってくれるね。ただのおじいちゃんじゃなかったね。それじゃあ、前回続きからねやっていきます。準備が終わったので、めっちゃ悪口言われてるじゃねえか。もう完全にもうあのブランデの独断なんだね。なんかこの辺はね、なんかおビビだ。あんまり余計なことをなんか言う感じでもないですね。あ、雑談ももともと得意じゃないし、いや、てかやっとなんかは、ちょっと落ち着いてきたなって感じがします。国宝。ああ、そっか。今までは限定的なマップだったわけだよね。じゃあこれで全体が見えるようになるわけか。まだまだ世界はね広いみたいだし、これやっぱりね暇なうちにがっつりため取りした方が良さそうだな。
犯行の様子か。ブリブリっと。結構あれだな、ちょっとあ定時で帰りたい系の、あの兵士だなこいつ。まあちょっと残業はねちょっとつきものですけども、あそうか、ここでまたセーブしてあの行けるのか。まあ大したイベントじゃないから、どうかなアイテム、あーあーああ装備できるものは一通り持ってますよね。あとはポーション、ハイポーションはまだ売ってないか。まあだがいるうちはね全然困んないですけど、じゃあもう外出てしまいますか。なんかマップみたいな、ってことは久々のこれワールドマップか。あやべあまあセーブしときますか。はい、さあ点滅してんのはチョコボを置いた場所ですよね。であので上に表示されてるあそこは多分あのチョコボで採掘し してなかった場所だっけが、これスタートボタンでポーズ、これか。まあここはあ貴族の沼、クイナーいなくなった疑惑があるからね、ちょっと残念ながら悔いなって報告しに行ってみようか。ゲートアレクサンドリアはここあこう越えてきたんだね。ザマルーク、ここはブルベシア地方ですね。ギナルクルロックスは結構近かったんだね。これが表示さ、ない状態、まだ他の大陸は見れないか。 OK、 うんと、じゃあまずは沼行ってみようか。確かモグ太郎先生も、いたはずだから、なんか新しい話聞けないかしらね。いたいたいた、同じか。
ここではね、勝った場合、負けた場合しか教えてくれないんだってよね。だから、ダリの村みたいな、あそこでなんか、ヒントをね、見つけたりとかしないといけない。やりながらじゃあちょっと限界あるからね、正直。ほう。こういきゃ行くんだっけ？あれ？お前！無事だったのか？ ようここまで一人で来たな。じゃあ、グレーが爆破する前に、高いとこ苦手あるって言って、下の方降りていったんです。降りていったのか？また変える目的か。ところでこのカエルたちまた捕獲できるかな。そっかそっか。ここで一応今持ち得る。青魔法 MP たね結構使うから、これも欲しいかな。まあ今はこの黄色いスカーフ、とりあえずちょっと長そうだけどね。その後やってみね、装備変えるか。で、いたいたいた。クエールさん。あったような、なかったような気がする。どっちなんだい？茂みの中に採掘場への道が隠れてるかもしれない。じゃあクイナがいる状態で。今勝手に動いてますね。いや、ここはどこだ？完全に餌に引きつけられる犬じゃねえか。てかその前にちょっとチョコボをもう一回と遊んでみたいんだよね。 久しくやってないから、まあちょっとだけね、ちょっとだけ、ちょっと復習も兼ねて。じゃあ外出るまでカットか。と思ったら そっか、こう戻ってきたら また捕獲 ゲーム始まりか。
これ、うん、難しいんだよね。一つメス、お、シルクのローブ、そっか、これ累計なんですだよね、うん、捕らえた数によって強さ変わるとかだったっけかな。オス、うわ、やべえ、時間かかったらこれまた ここをカットしなきゃいけなくなる。子供のカエルを捕まえていいんだろうか。陸に出てきたところを狙い撃ちする、うん、性別はまだ分からんのか。これあ、てかあれオタマジャクシか。捕らえられないね、これ。あとはこのオタムジャクシたちが育つのを待つということ。うん、そう、確かこっちは、そうそう。てか、ここ確か敵出ましたよね。ああ、やっぱり。あ、ごめん、じゃあやっぱりチョコモのとこまでカット。はい、チョコモ発見。じゃあまずは、これさ、あ、降りない降りない。もう開けた後でっていうことですよね。どうもお久しい。せめてウィングエッジ以上なんだよな。ね、ギルも結構溜まってるし、またちょっと、ね、リハビリがあってらちょっとやってみようか。セレクト。お、近い。